じゃあ欄に行きます。まず木偏を書きますね。横1、右寄りから縦を長く持ってきます。45度で点は少し下、門構えを書きますね。これよりも短めです。この部分は左右ともだいたい同じ大きさぐらいね。で、長さは左よりも少し長くして抜きます。まあ、それはだいたいここと一緒ぐらいでいいのかな。そしたら間隔角度を揃えますね。で、ちっちゃく東を書きますね。内側に入って中心あたりから45度、45度で、まあ、ここの中に収まるように、あまり長くなりすぎなくて一緒かちょっと上ぐらいですね。